来れなかったビョン選手や正規チャンピオンの誠くんいるんで、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。そうですね、やっぱりすぐやけたですね、はい、ですけど、まあ、暫定王座取ってからの1年しっかり成長してきたんで、そこを見せれるんじゃないかなと思います。すごい拮抗した試合になってて、まあ、その中でも最後倒して暫定を勝つっていうのがやっぱさすがだなと思いました。はい、なんだろうな、配分ミスったっすね。やっぱり久々の感覚がふと鈍ってるっていうのはあったんですよね。打撃、打撃、組み組み、感じが分かれてるのよくなかったっす。僕、初応援したのに、まだ応援してないじゃないですか。まあ気持ちまで持ってやろうかなと。まあ気持ちは弱いんじゃないですか。まあ試合見てて気持ちはあんま強くないかなと思いました。顔見出すぎでしょ。まあ、藤田を早く殺したいなってあります、まあ、前回はね、たまたまその調子が悪かったあれなんだけど、今回は普通にいつもの俺が戻ってくる余裕でやっちゃいます、ね、死ぬ気で取りに行こうと思います。ベルトにかける思いは全然違うんで、ね、絶対に勝つ。今回タイトルマッチもいうチャンスをもらって、辞めるきっかけもらえたら、辞めるための引退への切符をいただけたなって思ってます。寝技っていう感じですよね。サブミッションだって去年3勝のうち3つ全部一本勝ちだから、寝技ですよね。傷つきながら戦ってっていう、やり合って勝つみたいな感じも多いから、まあ、そこは僕の強みだと思ってるんで、ってそうやって勝ちます。順太郎後輩に先行かれたりとか、こういろいろあって、まあもちろん心から喜んでるんですけど、自分が取りたいやっぱそこなんで、死ぬ気で取りに行こうと思います。何が何でも。全盛期もとっくに過ぎてるけど、その20代の時とは違ったのは、僕が応援してる人が応援してくれてると、僕はね、そうですね、はい、見てくれてますよ、はい、タイトルマッチって本当人生で1回できるかどうか、恵まれた人は何回もできるかもしれないですけど、まあ、自分はもう最初で最後だと思うんで、マジで死ぬ気でマジで死ぬ気でいきます全力で戦うんで、一緒に応援しながら戦ってください。お前とはベルトにかけるお前は全然違うんだよ、ね、絶対勝つ。葵の右、そこからラッシュを仕掛けていく。おお、すごい。